ここにいたか。うん、そう呼んだか。知っての通り、私はヘファイスティオンの偽物でね。個人的にはフェイカーと呼ばれる方が好きだが。いや、どちらでも構わん。好きとは言ったが、私の好みをお前に押し付けたいわけじゃない。カルデアの霊気にはひとまずヘファイスティオンとして登録されているようだしな。我が兄上がやってきたらいささかややこしいが、それはそれで面白そうだ。ムカつく軍師もいるが、正直快適だね。私の場合はサーヴァントとしての記憶の影響もあるが、一部の心霊や類似霊を除けば、ここまではっきりと前回の召喚を記憶しているのは私ぐらいだろう。その分、あれこれ楽しんでみたい衝動が湧く。実は生前にはなかった心地だよ。ただなんだ、いや、このカルデアには我が王がいるだろう。事情があってここでは避けていたんだがな。さすがにずっと無視はしていられん。で、今回の機会に接触を図ってみたいのだが。ん？職場チョコ、いいなその響きは。そこで戦友のお前に協力してもらいたい。具体的にはこれだ。いや、あれこれ試してみたんだ。我が王は当時の美味にも通じていたからな。視覚のインパクト重視、嗅覚のチャレンジ重視、触覚のパワー重視、聴覚のフレッシュ度重視、それぞれで試してみたんだが、ん？ああ、うまいのは前提だ。うまいからこそ何を加えるかが大事だろ。見据えるべきは常に新しい地平。オケアノスをチョコで表現せねばならない。というわけで一緒に試食してほしい。この時期お前は何十というチョコを食うと聞いたぞ。いやー、食べた食べた。チョコレートカクテルは私だけで飲んだからな。30杯はやりすぎたか。だがおかげで見えた。うん、やはり私はこれしかないな。我が王の偉大さを表す右腕のたくましさ、玉座さえ必要とせず大地を踏みしめた両足、瞳は遥か彼方の海に据えられ、表情はどこまでも涼やか。とどめに成長前成長後の双方を抑えた杖プラトンだ。ああ、完璧じゃないか。これこそ我が王だ。お前用にもう一つ作っておいた。ぜひ楽しんでくれ。さあ、あとはどうやって我が王に渡すか作戦を練らねば。そうだ、もう一つ言っておくことがあった。ありがとう、私を召喚してくれて。このカルデアでの日々が
仮初めの夢だとしても、私というプリテンダーが束の間の幻だとしても、お前が呼んでくれて嬉しいと私は思っているよ。